それではね、パート2。じゃあ実際どうやってその10万円を稼ぐんだってことになりますけども、今だったらね、私がおすすめするのは第一生命のネオバンクっていうねアプリ、ダウンロードして紹介コードを入れるとこちらの方が1500円入るわけですよ。でさらにみんなの銀行っていう似たようなアプリもあります。こちらの方は1000円入るんですよね。そうすると合計で2500円手に入ることになります。なんだ10万円じゃないのってなりますけども、10万円丸々解決してあげるのか、10万円の一部を解決してあげるのかなんですよ、ね、どんな人でも誰かの問題全部を解決してあげることはできません。結局は急場しのぎだったり一部の問題解決参考程度っていうところなんですよね。だから10万円必要な方に対して1000円でも2000円でも支援できたら、それはその人のためになってるし、自分もやるだけはやったってことになると思うんですよ。でもいずれにしてもね、根本的な問題解決にはなってないんですよ。それは10万円必要なお金を全部あげたところで、全く何もあげなかったところで、どっちとも問題解決にはなりません。問題解決は何かっていうと、お金に困るような事態が起きるたんびにある一定のノウハウを発動させて、その問題を取り除いていくことが自分でできるってことなんですよ。つまり教育なんですよね。お金に困ったっていうのはね、常に起きるわけなんですよ。どんな時にでも人はお金が足りないんですよ。お金が余って余ってしょうがないってことはないんですよね。お金があればあったで、また何か不足の事態があるかもしれないっていうことで、不足の事態に対してお金が足りないっていうふうに考えちゃうんですよね。つまり貯金をするんですよ。ですんで、もうこれで十分だろうっていうふうに思うことは人はないんですよ。逆に、もうこれで十分だろうと思った瞬間、その人は本当にお金に悩まされることになるんですよね。まあこれはね、もうちょっと先でお話しますけどね。はい。ということでね、他にもね、お金を稼ぐノウハウっていうのはあるわけなんですよ。まあ例えば、YouVoice っていうアンケートサイトね。これは、そんなにね、バカバカ稼げるわけではありませんけども、1週間で、やっぱりね、数百円とかね、1ヶ月で1000円前後って稼げるわけなんですよ。じゃあそれを普段からやっておけば、お金が必要になった時に、そっからお金を下ろすことができるよねってことになるんですよ。つまり、困った時にあたふたするんじゃなくて、困ってもいいように普段の心がけを積み重ねていくってことなんですよね。まあ、これが最大の解決方法だと思います。ね、私のところにもね、お金に困っているんですっていう人来るんですよ。例えばこの前はね、借金が積み重なって400万になっちゃったんですっていうふうに言う人がいたんですよ。それは最初は小さな借金だったんだけども、それを返そうと思って他の金利の高いところから借り換えていくうちにいつまにか400万になっちゃって、400万の金利がでかすぎてもう手に負えませんってことになっちゃったらしいんですよ。で、私はね、今更言ってもしょうがないけども、最初の借金がまだね数十万だった時に来てくれれば、その瞬間に私は解決できたのに、400万になるとさすがにね2年3年はかかるよっていう話になっちゃったんですよ。つまり虫歯と一緒で、小さなうちに対処しておけばよかったのに、我慢して我慢して隠そうとするがゆえに、虫歯が大きくなってもう歯を抜かなくちゃいけなくなるっていうことになるんですよ。そうすると治療も痛いし、お金もかかるし、時間もかかっちゃって、お手上げよってことになっちゃいますんでね。問題は最小最短の時に解決するのが全ての問題解決のね味噌になると思いますんで、うん、なんか困ったところ困ったことが起きたからこそ相談できる人とかね、頼りになる人を作っておくべきかなと、うん、で本当にね、そこまで問題がでかくなっちゃったら手に負えないよってことになってから、人は初めてね実はっていう言葉を枕言葉に話し始めるんですけども、それでは手遅れですよっていうふうなね、そんな話でございました。それじゃあ。